ランディマックス・レディはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。チバロッテマリーンズでの登録名はスパイク。1980年の MLB ドラフト6巡目でミルウォーキー・ブルワーズに指名され契約。1983年9月4日にメジャー初昇格。1986年シーズン途中にサンディエゴ・パドレスに移籍し、 翌1987年は、規定打席にわずかに不足ながら打率30。309,12本塁打、54打点をマークした。1995年オフに当時千葉ロッテマリーンズで、GM を務めていた、広岡達郎が、シュアな打撃は、日本向きという理由で獲得を決定し入団。登録名スパイク、背番号21。同期入団のジャック・ドーティーと同様に、 この年活躍したスケット、フリオ・フランコを解雇してまでの獲得だったことに加え、メジャーの実績はジャックより、豊富な分、期待は大きかった。しかし、来日当時36歳と、すでに選手としては峠を越えていて、直球には力負けし、変化球には全くタイミングが合わないなど、フランコにはるか及ばず、ジャックと同じような流れで不振が続いた。結局ジャックよりは、 多少マシな数字を残したとはいえ50歩100歩な感は否めず、ジャック解雇駒をおかずして解雇された。この外国人コンビの極度の不振は、チームの得点力不足を招き、この年のロッテの B クラス転落、さらには広岡、監督の江尻良の辞任へとつながっていった。その後は指導者として、MLB や参加マイナーの各球団を渡り歩き、 2009年途中、ジムラフィーバーの後任として、サンディエゴパドレスの打撃コーチに就任、2011年まで務めた、スパイクに関するカテゴリー、ありがとうございます。